ピースの角度は30度。どうも雑です。ということで、今日は、大森にあります大森マイステーズプレミア大森というところに、泊まります。なんで東京やと言っても、今回はですね冠婚葬祭で、こちらの方に来ました。ということで、入っていきます。はい、今日はですね311号室というお部屋を、取ってあります。ということでチェックインしました。もう到着ですね。311号室はこっち。はい、お部屋入ります。はい、到着しました。入り口からもうめっちゃ広いですね。入り口から説明します。カードはキータイプで入っていきます。入り口入ってすぐにおトイレがあって、サティスがついてます。これサティスかな、全自動のサティスですねがついてます。でお手洗いもこちらについてると。で、入ってって、使い捨てのスリッパと、それ内にあります。お部屋がいっぱいありますね。お風呂。広い。洗面が広いのがついてて、お風呂もきっと大きいのがついてますね。あ、これはすごい。で、シャンプーとリンスとコンディショナーがポーラ製の、ついてると。普通のあれですね、お部屋の1616タイプぐらいの大きいお風呂がついてます。で、あれも広いですね。で、ドライヤー、歯ブラシと、DHC のいろいろクレンジングオイルとかついてますね。アメニティがすごく豊富です。耳かきと、ヒゲ剃りですね。あとヘアのブラシ、これはオリーブユナジーって書いてあるな。クレンジングとハンドソープとハンドミルクあります。ケア用品でしょうか。でお部屋の方が、広いく前にこちらがウォークインクローゼットがついてます。これはすごいですね。あんまりない。そしてウォークインクローゼットのところに。で、煎茶と、イエローブレンドの、紅茶があります。紅茶がありますよ。コーヒーはついてないですね。こういうとこって大体コーヒー入り口のとこにあったりするんですけど、見当たらなかったんで、ここはコーヒーがないと。ウォークインクローゼットすごいですね。で、お部屋が、今日は家族全員泊まるので、ベッドが4台あります。めちゃくちゃ広いです。これはすごいぞ。で、テレビが50インチぐらいありますね。と、これはすごいな。和風タイプなのかな。こんな感じですね。4人悠々寝れる感じです。これはいいですね。ということで、もう夜も更けてますんで、ご飯食べましたんで、ゆっくりしたいと思います。それでは。はい、アメニティなんですけども、まずヒゲ剃りと、こちらがですね、DHC の、ディープクレンジングオイルというものでした。で、こちらが、フェイスウォッシュということで、洗顔フォームですね、がついてます。で、こちらの方が、潤いを与える植物性セラミド配合乳液です。
ということで、こちらの方がやりました。さすがですね、アメニティの方が充実してて、まあかなり良いサービスだと思われます。女性の方には、好評ですね。すごいです。こういったサービスがあるのはアパホテルとかもよく置かれていてですね、なかなかサービスがいいような気がします。それじゃあで、テレビをつけたらこちらのマイステイズの案内があります。でこちらが案内で、案内があって、品川水族館とかの案内もありますね。でようこそマイステイズへということで、金沢より全然ホテルのお部屋が広いのでびっくりしました。でいろいろとあると。で朝ごはんは今日は用意してないプランなので、まあゆっくり朝寝て、明日に備えたいと思います。観光総裁なんでね、体力勝負ですから。でホテルの案内とかあるな、ちょっと見てみようか。基本情報、チェックアウトが11時ですよ、チェックインが2時ですよ。結構長い時間ですね。でアクセスが大森駅から徒歩6分、海浜駅より海岸駅より8分ということで、どちらかというと羽田空港から結構近い場所になります。で、ホテルガイド3階が14階まで客室で、アルコールの方が売ってると。4階から14階まで、自動販売機が全部ついてるという感じになります。で、インターネット回線があって、加湿器付きの空気清浄機、あ、これですね、加湿器付きの空気清浄機があって、こちらをオンにしたいと思います。最近あれですね、ついているところが多いんですけども、結構重要ですね。よいしょ、つけてます。でお部屋の眺望なんですけど、まあ、3階ということもあって、まあ、こんな感じ、街のど真ん中ですね。目の前がローソンがあって、まあ便利そうだなという感じです。朝ごはんはこれ買おうかな。でこのお部屋で、2泊で、28,000 円だから1泊1万4,000円ぐらいですね。ということで、まあ安いと思います。この設備でこんだけ安かったらいいですね。という形で、ゆっくりしたいと思います。それでは。はい、それでは、もうそろそろ部屋を出ようと思います。でですね、今回かなり広い部屋に、宿泊しまして、ゆっくりできました。で、とても良かったと思います。で、家族たちもすごく、良いという評価でした。で、何分ですね、部屋が広くて一日中ゆっくりできたので良かったです。で、外なんですけど、よいしょ、中庭がですね、あるんですね、これすごいですよ。とてもゆっくりできます。もしよかったら、宿泊してみてください。それでは。
ほら。